41代、式季森伊之助は、大相撲の立業王子。高田川部屋所属。本名は、今岡秀樹。島根県出雲市出身。少年時代は、高砂部屋の元大関前の山のファンで、それが、相撲会入りのきっかけとなった。もっとも、最初から、行事志望だったわけではなく、どうしても親方に、裏方でもいいから、 弟子入りしたいと、自己 PR の手紙を書いているうち、最後の一文に、行事になりたいと書いてしまったという。1975年5月場所、木村秀樹の名で、初土俵。40代、四季森の之助の一場所後輩にあたる。40代伊之助より、上の世代とは、年齢が離れているとは6歳差ということもあり、彼とは、付き合いが、深いようで。 新弟子時代は何度も相撲を取って勝負していたという。横に大柄な体格が印象的で鶏の首を締めたような、ややつまり気味で太めの掛け声が特徴である。立行事昇格以降は口述のように、微妙な一番での差し違いが目立ち、また土俵下に転落や土俵上で転倒してしまったり、負けた力士に軍配を上げてしまう、と、不運にも悩まされている。 2012年1月場所に木村和一郎から11大式主勘太夫を襲名。同年5月場所選集落大相撲史上初となる平幕同士の優勝決定戦となった前頭4枚目土地王山道7枚目極天宝戦を幕内各筆頭行事であった勘太夫が裁いた。2013年3月17日の理事会において4月25日付で、 三役格に昇進することが決まった。これは、同年、一月場所後に四代正直が亡くなった上、五月場所後に立、行事三十六代、木村昇之助が定年を迎えることによる。番付序列と年齢の関係上、序列上位の立行事である四十代伊之助が十一代肝太夫より、誕生日が三ヶ月遅いため、十一代肝太夫は立行事と、 なり、定年となる65歳まで勤め上げたと、して森津行司の最高位である、木村正之助を襲名することなく定年退職する、ものと見込まれていたが、40代の助が2017年冬、巡業最終日に、不祥事を起こしたことにより、その責任を取る形で2018年の1月場所、から5月場所まで、出場停止、禁止した上、5月場所終了後の同月28日付で、 辞職願いが受理され、同月末日付で退職した。先代伊之助退職後も立行時昇格は見送られていたが、2018年9月27日の理事会で、初馬車の番付発表日の12月25日付で立行時に昇格し、41代、式季森伊之助を襲名することが決定した。定年まで務め上げると、 約6年近く行事の最高位を務めることになる。立行事に昇格後も、毎日のウォーキングに、スクワット100回など、行事として、取り組みの細部をよく見える一番良い位置に、また土俵上での攻防に巻き込まれないよう素早く、移動できるよう、年齢に負けないよう鍛錬を重ねている。軍配差し違え土俵からの転落その他。ありがとうございます。